きチャンネル。じゃこんにちは。さあ今日はですね、はい、言いっぱなしもあれなんで、うん、やっぱ笹崎チャンネルは、はい、ちゃんと自分たちの言ったことも、はい、見返して、うん、自分たちで通信簿をつけるっていうそうです、まあ、いわゆるちょっと答え合わせというか、そうそうそう、やっぱ言いっぱなしにね、はい、しないでやっぱその検証をしていくのも大事だからね、はい、それがやっぱり12月のね季節柄ですよ、はい、そういったところで今日はですね、優勝に向けてのキーマンということで、シーズン前にね、はい、この選手が活躍しないと優勝はないでしょうみたいなね、うん、張り切って俺と袴さんが言ってきたんですけども、はい、それは果たしてどうだったのかっていう。そうですね、はい、いや私もキーマン上げてたんだってちょっともう忘れてました。まあ半年前のことだからね。そうですね、はい、うん、だから今日はですね、はい、まあ最下位になった中日日本ハム、うん、そして、まあ、4回にわたっていくんでね、はい、で1つのチームは4位のチームね、はい、巨人というところがね、はい、今日上がってますけども、うん、まあ、じゃあちょっと検証してね、はい、ドラゴンズ、はい、優勝に向かうためのキーマン、うん、袴田さんの鵜飼ブライトっていう、はい、ルーキー。まあもうだってね、大卒の即戦力として外野に入ってくれっていう意味で取ったっていうところで、うん、しかも外野もいなかったしね、はい、で右が長距離を欲しいっていうところで、うん、この2人がこう活躍することによってチームがこう底上げされていくんじゃないかと思ってたと思うんですよ。鵜飼はね、前半戦3番打ったり、ね、ちょこっと出てね、うん、2割6厘、はい、37安打、ホームラン4本、16打点っていうところでね、はい、まあまあルーキーだからね、うん、こんなもんかなっていうねところはあるけども。まあ2軍ではね2割9分3厘、ホームラン4、はい、まあ2軍ではそこそこね打ってますね、打ってるっていうところで、まあ来季に向けてのね期待感あるけど、やっぱり1年目から難しかったね。あ、でもあれですね、活躍しないからねっていうところ、要は鵜飼とブライトが活躍しないからそう最下位になっちゃうんだよね。袴田さんの目が当たってんじゃないっていうことになるんですかね。あとブライトは1軍の試合出場なく、はい、2軍では2割1分1厘、うん、ホームラン3本、ちょっと2軍ではパッとしないね。そうですね、うん、うん、そういったところではまあ来年に向けてだけど、まあ、やっぱりね、だから外野は、うん、大島、岡林っていうところがね、はい、まあしっかり確定あって、はい、でもレフトがはまらなかったね、うん、そうですね、うん、だからそういったところでは鵜飼ブライトが出てこなかったことによってね、うん、打線に厚みが増さなかったっていうところではやっぱりね、はい、出てきてたらもっといったかもしれない、うん、で里崎のキーマンは高橋周平、うん、またはね又吉の代わりの岩崎、怪我です。はい、ほらだからでもリリーフはね清水が出てきてロドリゲス、バルディエスでめっちゃ良かったのよ。だから岩崎がいなくなったから清水が出てきたっていうところもあるから、まあ逆に言ったら雨降ってじゃないけど岩崎にとったらまあ申し訳ない話だけどね、清水が出てきたっていうところではチームには大きかったかなっていうところと、高橋周平怪我もあったけどね、だって打率が2割4分9厘、ホームラン2本、打点21、ちょっと寂しいね。そうですね、うん、だからまあどっちもが言えることがやっぱりね、うん、打線が大事やって思ってるのはね、はい、事実だったけど、ね、やっぱここら辺が活躍しないからね勝てないんだよね。だからキーマンとしてはちょっと当たってたんですかね。当たってたんじゃない、やっぱここがしっかりね、うん、活躍してたら勝ってたはずなのにね、はい、だからそれはやっぱり頑張れないからそうなっちゃうね、うん、ということにしていきましょうか、うん、これはもう間違いなく、ね、間違いないですか、俺らと言ってることがね、うん、正しかったってこと、はい、そういうことですね、うん、ドラゴンズの皆さんはまあどう思うかっていうところだね、はい、で日本ハム、はい、袴田さん全員じゃんこれはあれかな、全員が活躍しなかったから最下位やってことでいいのかなちょっとなんかあれですね、私全員って言ってたんですね、はい、ちゃんと答え合わせしていきますから、うん、そうですね、まあまあ全員が活躍し、ね、優勝に向けてのキーマンが、うん、だから全員って言ってやっぱ全員が活躍しないからダメだったってことでいいですか、はい、でまあだからバランス的になんかこう突き抜けた、まあ、で松本剛選手とかねすごかったですけど、まあなんて言っていいか分かんないですね。いいですか？いやでもこう新しいチームだったじゃないですか。なんかまあビッグボスも含めて、で結構出ていく選手とかもいて、こう誰を使うんだろうっていうところから分かんないチームだったんで、もう全員こう力を合わせて勝ち上がっていかないといけないっていうところで、だから全員がダメだったから最下位ってことでいいですか？全員がダメとは言ってないけど。でもだってじゃあ中日の時は。鵜飼ブライトがやっぱ活躍しなかったから最下位になっちゃったよねって言ってたのに、だから全員が活躍できなかったってことですね。だから活躍した人もいたけど全員はこうなんかバランスよくこういけなかったねっていう感じじゃないですか。どういうこともういいですか？苦しい言い訳はいいですか？もういいです。もういいですか？はい、大丈夫です。じゃあ俺ビッグボスね、そうだって監督だからそのチームの責任は監督が取るんだから、監督がダメだったって言われても仕方ないのね。だからビッグボスの采配とか、そうだね。だからそれがまあうまく回らない。でもまあね、9月までに優勝争いしてたら目立つけど、優勝は狙いませんって言った通りのねシーズンになってるから。でも来年はね、日本一以外2位も6位も一緒やって言ってるからね。だからこの種まきをね1年間して、それを来季に向けてどうしていくかっていうところがまあ多分大事になってくるから、だからまあやっぱり最下位の責任は、まあ、選手もあるけどやっぱ監督の責任でもあるから、やっぱビッグボスっていうのは間違ってなかった。それはそうですね。うまく回ってたら優勝したかもわかんないし、ね、監督は間違ってないですね。そうそうそう。はい、だから袴田さんはもう全員がダメだったって言ってる。そんなこと言ってない。多分選べないってことだったんでしょうね。誰がスタメンになるかもわかんないから。だから全員の。だからもう全員頑張んないとって思ったんだもんね。でも佐藤さんもそうじゃないです。やっぱ誰もか選べないからビッグボスにしてる。ビッグボスがどういう野球をするかわかんなかったから、その指揮官としての能力が試されますよって言っただけであって。そうですね。だから俺はもうビッグボスの責任で最下位って言ってるけども、袴田さんは全員の責任で最下位っていうこと。すごい意味じゃない。でもそう全員の責任ですよ。そうだね。全員の責任。そうそうそう。勝ったら全員のおかげ、負けたら全員の責任だから。そういうことですね。そうそうそう。そういうことだ。で続いて巨人だね。巨人はまあ4位になってね。袴田さんのキーマンは高橋。今年ちょっと高橋がね。育成に落ちたんだっけ？高橋ってね。育成に落としたんだもんね。何のためのかわかんないけども。育成なんか公平ある？別にルール違反してるわけじゃないから。そうですそうです。はい。そうですよ。で高橋が1勝5敗、防御率 5.40。いやこれはきつかったね。そうですね。ピッチャーでいうとだって菅野10勝、戸郷12勝してる中で、やっぱ今年もね10勝ぐらいしてくれるんちゃうかっていう思いはあったけどね。1勝だからね。それはもう高橋が10勝してたら。ひょっとしたら優勝争い組んでるんですよね。そうですよ。私はやっぱり菅野投手、戸郷投手の次にこうグッてくるのは高橋優貴投手だと思ってたんで、そこが活躍したら巨人は上に上がれると思ったんですね。だから高橋が頑張んないからね、B クラスになっちゃうんだよね。でも俺はね、戸郷と丸。あれ活躍してますよ。そうだね。活躍してるけど優勝してないですね。足りひんのかな。活躍がまだ足りひんのかな。だから戸郷が防御率 2.62、12勝8敗、ちょっとこれじゃ優勝できないね。やっぱり15勝5敗ぐらいに、そっか貯金10個作ってぐらいので、丸が2割7分2、ホームラン27本、65打点、ちょっと打点少ないね。80ぐらいいきたいところだったね。そうですね。まあでも結構頑張ってたね。だから戸郷と丸じゃなかったね、キーマン。そこだからやっぱりね、確実に活躍するやつとか選んでたんだよね。はい、そうですね。そこじゃないね。プラスこの人が活躍すればみたいなところですね。だからぶっちゃけ終わってみてからのキーマンで考えると巨人は、誰でした？やっぱ坂本やな。いない時多かったもん。怪我でね。これは痛かったね。やっぱチームとして、やっぱりその坂本とあと控えと差が激しすぎるからね。前提としても活躍するもんだと思い込んじゃってましたからね。だからやっぱこう痛かったのは坂本だね。あとピッチャーで言えばやっぱ高橋だね。痛かったね。痛かったですね。あとやっぱりアンドリースね、メルセデス、シューメーカーっていった外国人選手の先発が全くパッとしなかったというところもね、痛かったけども、まあ高橋は高橋だったね。そうですね。が頑張ったらいけてたけどね。戸郷と丸はキーマンじゃなかった。頑張ってるもん。そうですね。頑張ってました。だから全部当たってるんだよ。袴田さん全部当たってたんじゃん。鵜飼ブライトだし、全員がダメだし。はっきり言う。いや松本剛選手とか良かったですからね。近藤選手とかさ。いや俺はそう思ってるけど、袴田さん全員。俺はそう思ってるよ。松本剛とか加藤とかね、みんな頑張ったなって俺は、上川端とかいや頑張ったなって俺は思ってるけども、やっぱ袴田さんは全員が頑張ってないから最下位。だからまあ全員の責任ね。そうそう。はい。そういうこと。ワンフォアオール、オールフォアワンってね。そういうことだ。言うからね。でもまあ戸郷と丸じゃなかったな。じゃなかったですね。なんかちゃんと自分のキーマン、あ違ったなっていう反省をね。そう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 。だからそこでやっぱりね、高橋優貴、やっぱ野手坂本かなが頑張らなきゃいけなかったかなっていうところあるし、日本はね、まあ今年準備段階として来年どうなっていくかっていうところではね、非常に楽しみなチーム。私たちのやり方もすごいざっくりですもんね。全員とビッグボスって。だからよく分かってなかったんだろうね。まだどういうチーム構成になっていくのかね。はい。やっぱりドラゴンズは、まあ、こう見ても分かるようにお互いが上げているようにやっぱ打たなきゃっていうところでね、うん、その打つ人が打てなかったっていうところはあるかも分かんないんで、まあ、あながち間違ってなかったかなっていうね、そうですね、キーマンの振り返りです。皆さんがね、選んでキーマンはどういった活躍でしたか。はい。